はい。今隣の木製材所からちょっとあれ火使うなと、いうちょっと注意受けちゃったからそれはやめて、今水かけて火は落としました。まあ、だいたいここら辺まで終わらせてはいます。まあ、問題こやつらなんですよね。こいつらをぶった切るのに、あのできればブラック&デッカーを使いたいんで、もうちょいちょっとここら辺は温存ですね。なんか意外と剪定バサミがあって、剪定バサミでバサバサ切れるから、ちょっとそれでバサバサ切って細かくしてからにしようかなって思います。まあ段ボールなくなっちゃったから、あとはあっちの袋でどうにかこうにかやります。はーい。薪じゃねえや、伐木を削る作業ですが、まあ、それに燃やせないというちょっと NG が出たんで、さすがにちょっとはかどらないなっていう感じですけど、多分意外とこうやってさ、まとめた方がはかどったんじゃないかっていうちょっとした疑問もあり、まあ明日、エブリーちゃんを車屋に持ってきます。で、今ちょっと、白い筋が落ちてきているんだけど、はい、雪っすね。もう雪が降ってきて、もうクソ寒くてやってられないんで、今日はここで終わりです。はい。で、まぁ、ちょっとこれを、どっかに移してから作業終わりっすね。まぁ、今日こんな感じです。